東大阪市立図書館は、大阪府東大阪市が設置する公共図書館の総称。3図書館、2分室、移動図書館からなる。指定管理者制度が導入されている。1947年4月には、布施市町営寺2丁目18番地の布施市、中央公民館内に布施市立図書館を併設し、同年11月に蔵書数1,805冊で開館した。 1948年12月には、連合国軍総司令部、民間情報教育局によって、布施 CIE 図書館の別棟が設置された。1949年12月には、布施市立図書館条例、施行規則を交付したが、この時点では、布施市立図書館の蔵書数が約6000冊、布施 CIE 図書館の蔵書数が1457冊だった。 1957年2月には、伏せ市高階田1313 13番地に移転し、3月には公民館から独立して、延べ床面積を拡大させた。1966年6月には、移動図書館の巡回を開始した。考え貸し出しに必要な利用カードは、東大阪市、八尾市、柏原市、大東市、大阪市。 大阪狭山市、河内長野市、富田林市、羽び野市、藤井寺市、松原市に在住か、東大阪市内に通勤、通学している人は発行可能であり、全館共通となっている。英和図書館朝日町図書館があった東大阪市、旭日町庁舎東大阪市立の各図書館及び分室に加えて、以下の9カ所に返却ポストが設置されている。注釈出店。 ありがとうございます。